はい、友達とご飯食べてました。お腹いっぱいですね。帰ってからね、フルーツも食べなきゃいけないんだよね。あ、そうだ、バナナがあるんだ。あとナンも買ってあるんだよね。ナンとバナナとね、チョコレートのあのなんだ、練乳があるんで、これをくるんで、デザートで食べようと思ったんだけど、今食べちゃったからね、もう食べらんないね。明日の朝ごはんにもしかしたら食べるかもしれないけど、5年後ぐらいに日本に行けたらいいねみたいな話をしてました。はい、まあ5年じゃちょっと難しいかな。でもまあその時にはまあね、どこに私住んでるか分かんないけど、まあうちに泊めてあげてね、はい、まあ少しでも安く旅行できるようにしてあげたいなというふうに思いますね。あとはそう安く回れるねプランとかね、あとはそうね、レンタカーとかもし借りれるんであれば借りてね、回れば安くするからね、そういう方向でも考えたいかな。いや、 やっぱりね、こういうね、友達は重要だよね。そう、そう、やっぱり海外の友達は面白いよね。日本とは考え方が全然違うからね。そう、刺激がやっぱり多いかな、っていうふうに思いますよね。ここがね、23番通り。いや、でもね、これ ATM だけど、増えたよね。初めて来たのはもう9年前、8年前ぐらいか。で、その時はね、ATM なんてなかったからね。本当になかったですからね。はい。だからもう、US ドル、ね、アメリカドル、現金持ってくるっていう感じでした。で、その最初の頃はね、ミャンマーチャットでの受け取りはね、してくれませんでした。全部 US ドル。ね。ミャンマーチャットでの支払いは、あったっちゃあったけどね、嫌がられたよね。で、まあその頃はね、まだね、ミャンマーの人たちもね、自分の国の通貨を信用してなくてね、例えばお釣りをね、まあ50ドル払う、まあ何か買う時に50ドル払ったとするじゃないですか、ね、で、まあ例えば20ドル札と10ドル札を渡されるわけですよ。でもって、その細かい小銭ね、例えばまあ30セントとか50セントとか、それの顔、それがね、ミャンマーのお札で渡されました。はい、ね、そう、で、その時はね、5000チャット札を見るのもね、あんまなかったよね。あんまりなかった。それが今はね、もう1万チャット札ですよ。それが出てきて、ね、まあ言うても900円、800、850円だけどね、日本円換算すれば。それが高額支援、最高額支援ですね。でも、その1万チャット札が出てきたのも、ごく最近ですよ。はい。ごく最近です。そうね、ここ1、2年ぐらいかな。前からあったけど、その流通しだしたのはね、やっぱりここ最近ですよね。で、もしね、ミャンマー来てね、機会があったらね、銀行にちょっとね、覗いてみてください。札束がすごい。札束がすごい。まだその、取り込みとか、
そういうのがね、発達してないんで、現金手渡しなんですよ、基本ね、現金手渡し、なので、日本でね、日本の銀行行って札束がもういっぱい積んであるなんて見ないじゃないですか、机の上に、ミャンマーでは見えますから、はい、ちょっとね、それもこんなことしてんだっていうふうに思いますよ。であとね、その偽札に対してすごいね、敏感です、はい、そりゃそうだよね。例えば100ドル札の偽札って言ったら、1ヶ月分の給料、安い人だったら1ヶ月分の給料だからね、それを捕まされることになるから、偽札だったらね、大損害になる目ありますからね、うん、でちょっとね、ドルで引き出しをするとね、もうね、すごいね、ピン札、もうそのちょっとこう、全然汚れてる、そういうで、ね、ピン札できます、ドル紙幣は。うん、でドル紙幣の汚れたやつはね、ちょっとね、レートが低いです。はい、最近はね、受け取ってくれるようになったんですけど、昔はね、受け取ってくれませんでした。で今もね、民間の両替所に行くと受け取ってくれません、はい、銀行に行けばね、変えてくれます、ちょっとぐらい、シワが ある程度のものなら。でも本当に汚れてるやつだとこれは無理だというふうに言われますね、うん。いや苦しい。はい、あともう少しでホステルに着きます。はい、ホステルに着きました。ここね、分かりにくいんですよ。これが入り口です。2階がね、レセプションなんで、大きいその看板とか出てないんですけど、ただね、ここやっぱおすすめですよ。なかなかいいゲストハウスです。いつも混んでるしね。